はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。昨日関口博士のサンデー井戸端会議で間違えてしまいました。サンデーモーニングで番組の序盤、五輪組織委の会長に橋本聖子が決定したということで、それに絡めた話題が話されていたんですけども、さすがにね、左寄りのお年寄り番組だけありまして、超高齢化コメンテーターが謎の上から目線でですね、答えなき無駄話に話を咲かせておりました、なので今日はそんな関口博士の井戸端会議にまた間違った、突っ込んでいきましょう。僕のおしゃべりを聞いて目のつけところがいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、2月21日サンデーモーニングより、まずはですね、そこに出演していたジャーナリストの大谷栄子氏からですけれども、今から5ヶ月しかないこの時期にコロナだけでも大変なのにこんなことやっていてもいいのかなというのがあるんです。男女差別問題、女性蔑視問題があったから、じゃあ首を女にすげ替えればいいというのは私は違うんじゃないかというすごく違和感がありますとか言ってらっしゃるんですけども、おい、カッペムカつく思わず江頭2時50分やってしまいましたけども、大谷さんが今までどういうふうな発言をしてきたのか僕は知りませんけれども、少なくともですね、サンデーモーニングやその他左界隈で視聴率が高そうなテレビや新聞は五輪組織委の森会長やめれやめれとどんちゃん騒ぎをしていたんですけどもね、まるでその方向とは逆行するかのような真逆な意見を出してくるあたり、やっぱり何かにつけて批判的にものを言いたいだけの人たちなんだなとちょっとね笑ってしまったんですけどもね。と同時にですね、大谷さん、あなたの肩書きってジャーナリストだったのねと僕ね初めて知ったんですけどもねまあそこはどうでもいいや。で、関口博士に新体制が心配かと尋ねられた大谷氏は、だってできますか、あと5ヶ月で新しいことが、やらなければいけないことがいっぱいあるんですよ、いやだからやらなきゃいけないことがいっぱいあるのにやめろやめろと言ってたのはそちら側のね関口博士とその一味なんですけれどもね、このおばさん、あ、おばさんじゃねえや、この大谷さん責任転嫁も甚だしいんですけれどもね。で、問題山積み、それプラス日本の意思決定の情けなさみたいなものが広々と知らしめてしまった、このマイナスってものすごく大きいと思います。いやだから大谷さんね、逆にあんたに聞きたいんだけど、何が最適解だったのかちゃんと話をしてくれないとさ、立憲民主党のようにその意見は 3% の人しか支持されませんよってあ、言っちゃった、ごめんなさい、枝野さんごめんなさいね。で、政治学者の在日韓国人である菅三順氏は、進むも退却するも茨の道だと思います、膨張期や成長期はイケイケドンドンで比較的日本がお得意な分野なんです、ただ過去の歴史を見ると退却したり中止したりやめたりすることがかなり難しい、そういう歴史を日本は持っていると思います、これは平時であれ戦争の時であれやめるんだ、には膨大なエネルギーが必要で歴史的にあんまり評価されていない、要するに僕が言いたいことは、日本は収縮期あるいはなだらかな衰退期にあるわけで、その時に退却も含めて橋本さんにそれができるのかどうか、橋本さんは大変な決断をしなければならないと思います。菅三順さんはですね、もうすでに開催中止ありきで、開催中止こそが勇気ある決断だとそんな風にいきなりぶっ込んでいるんですけどもね、そういう持論はね別に構いませんけども、それならそうと自分の意見を述べる時にですね、最初にそれを明示してくれよと、なんであんたみたいな人に、日本の歴史的側面からどうたらこうたら上から目線で判断できない奴らに教えてやるよ、中止した方がいいんだよこの場合はみたいなね、そんなめちゃくちゃなことをやらなきゃいけないんでしょうか。あなたの場合はこんなところでコメントせずにですね、例の双子のバレーボール選手が韓国代表から除外された件でも研究してると僕はそう言いたいんですけどもね。で、中央大学のメタカトモコ氏は、女性が会長に就任されたということで、これは一つの転機になるかもしれないんですが、やはりその決定過程というのが不透明で、多くの方は蚊帳の外に置かれていたというか、よく事情がわからないままに橋本さんに決まってしまったという印象を受けたのではないかと思うんです。いや、だから目方さんね、私ならこうやって人選をした方がいいっていう、そういう提案をすればよかったんじゃないんですかと、あなたはね、さっきの大谷さんと一緒で何も提案しないのであれば、立憲民主党のようにその意見は 3% の人にしか支持されませんよと、あ、また言ってしまった、ごめんなさい。立憲さん悪気はないんですけれどもね。で、その理由の一つに、私は政治が前面に出過ぎたと思うんですよね。本来オリンピックというのはフェアネスとか、それから高い理念、理想を掲げて戦うからこそみんなの気持ちが一つになり、あるいは4年に1回の祭典を楽しみにすると思うんですが、政治がこんなに前面に出てきた段階で、なんか違和感があるというのかな、時代の流れに逆行しているんではないかという気がするんですよね。おーっと、素晴らしい。政治は前面に出しゃばるなと、めちゃくちゃかっこいいことを言っているんですけども、それは冬のオリンピックも一緒なんで、できれば中国共
共産党に対してもですね、メタカさんの方から、あんたら政治に出しゃばりすぎなんだよと、やろうとしてる体制が古いんだよと、果敢に天安門の前で言ってほしいんですけども、まあ別にそこじゃなくてもいいですけどもね、香港の警察官の前で、こんこんと共産党の政治体制についてご考説を賜ってくれてもいいんですけれどもね。で、そもそもオリンピックって政治利用されてきた歴史があるので、近代的な民主国家ではできるだけ政治と距離を置くというところがみんな追求してきていて、例えばロンドンオリンピックなんかもそうなんですけれども、市民も含めた祭典にしようといろんな努力を重ねているわけです。橋本さんは元一流のアスリートとして議員辞職されてから会長に就任された方が良かったのではないかなと思っています。いや、だからそういう手続きが面倒だから速さ優先で川淵三郎氏を候補に挙げたと思うんだけれどもさ、そんなことを言うのであれば、ぜひね、中央大学の学長選挙についてね、たった2週間ぐらいで終わらせてみてくれよと、大口叩く目方さんであればそれができると信じていますよ。はい、それで最後は左寄りの占領役者青木リーさんこと青木治さんですけれども、進むも地獄、引くも地獄、茨の道ですが、こんなみっともないことが起きちゃって、僕なんか最初から今度オリンピック呼ばなければよかったのになと思うんですけれども、でもここまで来たらしょうがないですよって、おいあんた、滝川クリステルが進次郎君とやっちまう間に、あ、違った、滝川クリステルがおもてなしと言って東京五輪が盛り上がっていた時に、こんな五輪やるだけ無駄って言っていてくれたんでしょうかね。もしそこで言っていたならあなたはかっこいいんだけども、絶対言っていないよね。だってテレビ局だって新聞だってオリンピック特需で巨額のマネーが動くから、青木さんみたいなオリンピック反対論者がテレビでわーわーね、それから新聞でわーわー騒いでいたら、スポンサー企業からあいつは面倒だから使うなってブラックリストに上がるでしょうからね。とんだしそうになってから急に僕もそもそも反対だったって適当なことを言ってくれるなよと、そう言いたいんですけどもね。で、問題なのは基本的に IOC はもちろんなんだけれども、政権は多分に政治的な思惑でオリンピックをやりたいわけです。え、じゃあマスコミの思惑はやんなくてもどっちでもいいっていうことなんでしょうかね。ちょっとおかしいですね、その発想はね。先を競うようにメディア側こそ、例えば読売朝日、毎日日経なんてオフィシャルパートナーになってるんですけれどもね。とりあえず今読み上げた4社の新聞社に対して、青木さんは上から目線でそのね、ご考説を解いていただいてよろしいでしょうか。はい、それで本当にある意味独立性と相当な精神力と強靭なタフネスみたいなものを持って安全なオリンピックができるのか、できないなら引くということも考えて、せっかく選ばれたんだから橋本さんには政権から独立した思いで本当に科学的合理的な判断をしてもらいたいとですね、最後の方はトーンダウンして無難にまとめておりますが、相変わらず何か言ってそうで何も言ってない人でありますけれどもね、青木さんという人はね。で、この番組の話をね、トータルしますと、橋本聖子の人選で大丈夫なのか、あと5ヶ月しかないのにこんなドタバタ劇で大丈夫なのか、辞める勇気も必要ですよってのがですね、まあこれね、産業広告みたいな簡単な解説で済んでしまうんですけれども、ただし、ササヤンに言わせればですね、だから川淵チェアマンにしとけばよかったのにと、世界の目線がとか、女性の人権がとか、それもね、大事なんですけども、もっと大事なことは、この組織を動かすプロジェクトリーダーが、橋本聖子さんで本当に大丈夫なんでしょうかと、あの人は過去にキスをしただとか、あるいはオリンピックでどんな成績を収めたのかっていうのはですね、まあ、どうでもよくはないですけども、ただですね、そんなことよりも最も重要なことは、橋本さんが巨大な組織を束ねたことがあるんでしょうかと、頓挫しそうなプロジェクトを再び軌道に乗せたことがあるんでしょうかと。川淵さんはペンペン草しか生えてないような草野球レベルのサッカーをですね、プロサッカー化して、さらにヨーロッパの一流リーグにですね、日本人を送り出すところまで地盤を整えた人ですよ。2グループに分裂してグダグダになっているバスケットボールも統一化して、もう死に筋だった日本のバスケットを救った人ですよ。橋本さんは一流の選手だから選手の気持ちが分かるとか言いますけども、まあまあそれも確かにそうあるのかもしれないんですけども、それと組織を束ねるマネジメント力というのは全然違う話ですからね。一流選手は一流監督になれるなんて幻想が嘘であることはですね、もう野球の監督やあるいはサッカーの監督を見ていればすでに立証されている話なんだけれども、短期で成果を出せと、5ヶ月で成果を出せと言ってるような難題の時にマネジメント能力がわからない人をですね、選び出すということがどれだけリスキーなことなのか、マスコミの誰もコメントしないのが不思議でしょうがないんですよね。ちょっと話は違うんだけれども、あの例のね、愛知の大村リコール運動でリコール事務局長に維新の会の田中さんという人が事務局長のトップについたでしょ。で、今の姿見てください。もう何をどうやったらこんなグダグダになるのか、あの人こそ仕事の進捗管理とかマネジメントの間の字も知らない人だと思うんだけども、ああいうのがトップに立つともう信じられないほど最悪の選択肢を選び続けるということなんですよね。簡単に言ってしまえば、仕事の勘どころがわからない人に仕事を任せると組織は腐るということの典型例であります。
新しい五輪組織がそうならないことを望みますが、果たしてどうなるのか、しばらく様子を見てみようという感じですね。さて、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。組織委の会長とかけまして、五輪前にリレーイベントと解きます。その心はどちらも成果が必要です。島根県知事の聖火リレー中止の話なんですけども、別に参加したくないやつはしなくていいんじゃねえのと個人的には思いますよね。出雲大社、出雲大社ですか、そこを聖火ランナーが走ったらさぞかし映えがするような映像が撮れると思うんですけども、別に県知事に懇願してまでそれが見たいわけじゃないですし、後からなんでスキップしちゃったんだろうってね、島根県が言われても、それはねお宅の知事が勝手に言い出したことですからと、自己完結でお願いしますということを僕はね言いたいんですよね。ということで、本日も面白かったらためになったということですね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹山でした。